英理源氏物語は江戸時代に出版された源氏物語の版本である。江戸時代には多くの源氏物語の版本が出版されたが、英理源氏物語は源氏物語の版本としては最も早い時期に出され、広く古くしたものである。それまでの源氏物語は平安時代に成立して以後、すべて写本の形で存在しており、 一冊ずつ人の手で映さなければならないものであるために作成に手間と時間がかかり一般の人々が容易に入手できるものではなかった。そのような中で英 d 源始物語は一般多数の人々に読みやすい源始物語として単に本文のみではなく絵を添える形で提供された最初のテキストである。本書を編集したのは牧江氏を本業とした歌人である山本春正。 英意源氏物語は以下のように少しずつ形を変えて何度か刊行されている。このうち最も広く普及したのは1654年に刊行されたものである。英意源氏物語の持つ多くの特徴は、これ以後に出た源氏物語の半本である首書、源氏物語や源氏物語古月章などでも概ね踏襲されており、 これ以後の多くの源氏物語の半本の基本的な形となった。英理源氏物語は以下のような内容で全60冊からなっている。英理源氏物語の本文は概ね合う表紙本系統の本文であり、中でも三上西ア本系統の本文に近いものになっている。これは当時最も重要視されてよく利用されていたのがこの系統の本文であったからだと考えられている。 また、源氏物語本文に、楽点、当点、振り仮名、傍注などを付して読みやすくするという工夫が加えられており、これだけあれば他の書物を必要とせずに、源氏物語を理解できるように工夫されている。英理源氏物語には、英理の名が表す通り、それぞれの場面の理解に役立つ226枚に及ぶ差し絵が付されている。 これらの挿絵の半下はすべて和形紙である弊社の山本春正が描いたものと見られている。国文学研究資料館の原本テキストデータベース事業の一環として CD ロム化されたものが販売されている。ありがとうございます。